株式会社丹波新聞社は、兵庫県丹波市に本社を置く日本の新聞社、丹波新聞の発行元である。同社が発行する丹波新聞は日曜、木曜の週2回発行で、丹波市、丹波笹山市を配達区域とするほか、両市外在住の出身者などに郵送し、約1万3000部を発行。購読料は月決め百五十五円。自家印刷する。 1924年10月、県政会計の地域政治グループ、表情立県青年会の機関誌として創刊された、単陽新聞を前身とする。創刊号には、当時首相の加藤孔明らが塗りと記号を寄せている。同詞は、間もなく、経営混乱となったが、丹波新聞社所代社主となる。小中一郎が1929年に経営を引き継いで丹波新聞と解題。 政治新聞の色彩を改めて、商業史に徹する編集方針で読者を増やした。戦時体制下の1941年、政府の言論統制に伴って休館を余儀なくされたが、1947年に復館。1963年より、現在の週2回発行体制となり、その後、篠山支局解説や篠山版発行などにより、 従来の丹波市内中心から丹波笹山市に読者を広げている。丹波新聞社篠山市局圏内の限られた地域を対象とした地域新聞として戦前からの歴史を持つのは全国的にも珍しい存在。地域を活性化し、元気づけることを基本方針とし、同時に世界にも視野を広げたグローカルを目指す。2005年頃より起きた。 地方病院の医師不足問題では、県立柏原病院の小児科を守る会という、若いお母さんたちのグループと連携。コンビニ受診を控えよう。お医者さんに感謝しよう。かかりつけの医師を確保しておこうというキャンペーンを実施。危機回避に一応成功した。守る会が作った軽い症状なら、とりあえず自分で対応するためのマニュアル本が、全国の自治体から注目されたほか、 厚生労働大臣の増添洋一や内閣総理大臣の野田義彦が視察に来るなど大きな反響を呼んだ。柏原病院も存続再建される見通しとなり、これら一連の報道はネットや全国紙テレビなど様々なメディアを通じて全国に知られるところとなった。新聞発行のほか単行本、機関紙開放などの一般印刷も手がける。 また、カルチャーセンターを営む。ありがとうございます。